先ほどあの2人が吉塚うどん、あ、うどんじゃない、吉塚うなぎでエンジョイされてるということで聞いたんですけど、他に仲のいいプロとかもしおったら教えてほしいですって。私はそれこそこの間出てた青木上司、安宗太くんが、もうお父さんに教わってるんです。ありがとうございます。あ、私お父さんプロゴルファーなんですけど、私のお父さんにあの上くんと安宗太くんは習ってたりするので、はいはい、なんかでセンチュリーでも一緒って普段、ね、もうなんかガチガチに、ガチガチ、ガチガチに、あんま勘違いされたら嫌なんです。でも本当になんか弟みたいな感じでいつも可愛がって一緒にいます。なるほど。まるみちゃんどうですか？私は大体そう、妹もプロ目指してやってるので、妹と一緒に練習したりラウンドしたりすることが多いです。もつさんも出てもらおう。ぜひぜひ。ぜひぜひ。3番にしてスコアが動きましたね。さあ4番ホールです。はい、パー4の、392ヤード、はい、左ドッグです。はい、難しいっちゃね。まなみちゃんからいいショットになります。ここは右バンカーの左から右バンカーの左から、はい、はい、おお、最初宣言通り、今同じ位置ですね。はい、バンカーそこからちょっとドローしてくれたらいいかなって感じです。超えたかな？カート道で。カート道で。あ、そうです。そこだった。今日持ってますよ。頑張ろう。持ってます。はい。じゃあ二人ともドローヒッターじゃないですか。ドローヒッターはアマチュアゴルファーの憧れの存在というか、球筋的には。何か二人で意識していることを何か教えてほしいです。ドロー打つためには。ドロー打つために。私はなんか持ち球がそもそもドローなんで、いつなんかもう広くなっちゃうと GPA みたいな感じ、吸い上がってまあプッシュみたいな感じが出ちゃうんで、なるべく私はこの点数面のローテーションを少なくしたいって逆に思ってるんで、なんかドローを打つためになんか気をつけてるってことはあんまないですかね。ドローが多分出る理由としては結構インサイドに引く癖があるので、そのせいでドローがまあ出るっていう感じのスイングですかね。私は意図的には打ってはないです。じゃあ振ったら、振ったらドローが出るみたいな。羨ましい。天才。違う違う。そうじゃないみたいな。勝手に出ちゃう。まなみちゃんどうですか？もともとフェードで距離を伸ばすためにコーチに指導してもらってドローにしたんですけど、まあ、今悪い時チーピンになっちゃうから、うん、手を使わずに体で打ってってドローを打てるように意識してもらって、体で打つっていうことね。小手先だけじゃね難しいと。ぜひこの2人の今日動画を見てもらって、こするぐらい見ましょう。こするぐらい。じゃあセカンド地点に行きます。行きます。飛距離悩みって240、50ぐらいいってんじゃないですか。うん、飛んでるね、うん。ツアーで戦うのであればやっぱ250ぐらいは欲しいってなるんやろうね。さあどうでしょうか、じゃあ。154ヤード、100番ヤードで。はい。はい。ちょい手前、当たりが惜しかった。まなみちゃんクラブセッティングさっきちょっとチラッと見ると、あ、はい、ユーティリティ性がすごく多いな、そうですね、いう印象だったんですけど、距離が飛ばない方なので、球6番やるよりユーティリティ6番とかの方が球が上がるから止まりやすかったので、ああなるほど、それでアイアンよりユーティリティを使って、そういうのしてます。なるほど。はい、掴んでいきましょうか。はい、何ヤードでしょうか。32ヤード残ってました。9番やね、9番や、ちょっと傾斜あるんで短く持っていく感じですね。はい、あー、ちょっと引っ越えた、あー、見張りしてますね。同じとこあたりに行ってます。はい、アプローチを。まなみちゃん、試合とかは高校卒業してからどうですか？卒業
去年まではアマチュアとして試合に出てたんですけど、うんうん、今年からプロ宣言して、うんうん、関東関西の方の試合も経験していけたらなと思って。あ、なるほど、はい、楽しみはね、遠征先に出向いて、そうですね、ご飯とか、はい、いろんな世界を見れるからいいかもね。いっぱい上手い選手も多いので、うんうんうん、勉強になると思うし、いっぱい経験してそれとスプリに向けてそのね方キミカちゃんはさっきねちょっとあったけどマイナビとかいろんな大会に出てなんか遠征先での思い出、遠征先での思い出、関東に大親友の坂口美奈子ちゃんって女の子がいるんですけど、はいはい、なかなかと福岡、彼女福岡出身なんですけど、まあ、関東に住んでるなかなか会えないって感じで、はあはあ、やっぱ試合マイナビの試合とかは関東であるんで、はいはい、なんかこう試合に出れるプラスなんか美奈子ちゃんに会えるっていう意味があるからなんか結構試合は美奈子ちゃんと移動するとかも割とあるんで、なんかそれが会うのが楽しみで、友達に会うのが楽しみっていうのも結構ありますかね。サードプレイン来ました。あっという間ですね、話が深掘りをしようかなと思ったらもうついちゃう。みちゃんのサードでございます。何ヤードで？15ヤードぐらい、56度です。56度、はい。どんなイメージでいきますか？腰の先に落として、ちょっと転がる。うんうん、順目なので、速いので進んで。はい。まゆー、ナイスオン、まゆー、ふみかちゃんです。2、3ヤードくらいかな。2、3ヤード、はい、ズレが飛びさせているので確かにどうかな、置きズレかなってなるんですけど、ちょっと開いていこうと思います。はい、18ですね、クラブは18、はい、はい、ちょっと見つけてもすまゆー、ナイスオン。さあパーパットですね。はい、君たちのラインですが少しマウンドっぽい感じ。パーパット、あんま切れましたね。ナイスパー、ふうまパーパット、ちょっとスライスライン、ちょっとスライス、はい、はい、ナイスイン。ありがとうございます。あ、みちゃんがボギーで送るスコアが並びました。並びました。いいね、なんか試合感出てるね。試合はもっとなんかこう緊張感があるというか、どんな感じですか？なんかこんな感じじゃないの？淡々としてる感じ、はい、へぇー、そっか、おいさんは普段もっと喋るもんね。喋ってください。だけどちょっと今日は試合感みたいな出てる気がします。やっぱかかってるからね。これがこれがフィルターがかかってる。フィルターかかってるって話のところで、まあ、実際プロゴルファーになってるわけじゃないですか。こうプロゴルファーになって良かったところと、ところは何か教えてもらえますか？良かったこと、自分がやっぱりこういいスコアとかで回ったりとか、なんかこう試合に出るとかってなったりとかすると、なんか自分が思ってた以上に周りの方が結構応援してくださってたりとか、まあ、インスタとかでも、なんか、キリカちゃん試合頑張ってとかの、想像以上の DM とかやっぱいただいたりするので、なんか普段自分一人でゴルフやってるって感じが強かったりとか、今まではあったんですけど、なんかあと周りの人がこんなに応援してくれてるんだなっていうのを、なんかここ 1,2 年ぐらいですごい感じたっていうのが、そういうのがこう喜び、嬉しいなっていうのがあるので、ゴルフやっててよかったなって思う瞬間ですかね。なるほど、深いな。深い、深いな。そういうのがすごい嬉しかったんで、うん、ファンの方とか、こう実際、ね、会えない人もいるじゃないですか、はいはいはい、そういう人から
メッセージが飛んできたりするとすごいやりがいを感じるというかね、あるやろね。お会いしたこともないけど、こう自分の知らないところでこう投票、マイナビの投票毎日してるよって言ってくれてたりとか、その人のこうなんか生活にこう入り込んでるとか、自分がなんかその人のこうそういうのにも入ってるんだなっていうのを思うと、なんか自分だけのゴルフじゃないなっていうのは、なんかプレッシャーかかるとかそういうのは全くないんですけど、もう純粋に嬉しいっていうのがあって、変なのがやっててよかったとか、プロゴルファー、こういうふうにお仕事にしててよかったなって思うような場面ですかね。なるほど。わ、ほっこりしちゃった今。キュンキュンした俺。じゃあ今年プロ宣言になったまなみちゃん、どうですか？私もそのマイナビの投票で周りの方がたくさん投票してくれたり広めてくれてるので、すごいありがたいし、結果で返せたらいいなって思ってます。絶対投票してね。じゃあ5番ホールいきます。いきましょう。バイバイ。はい、じゃあ5番ホールです。今日レギュラーだったんで397ヤード、はい、少し長めのレギュラー、今日ピン置くですね、見てる感じ。じゃあちぎかちゃんからお願いします。ここはちょっと距離出していきたい。距離出すために何か意識することとかあるんですか？ちょっと控えめに振ろうと思います。はい。おお。ちょっと右から回しすぎた。ナイスショー。ありがとうございます。じゃあ、かなみちゃんお願いします。はい。私は右バンカー上からドローで。はい。よいしょ。ありがとうございます。ちょっとユータが離脱中ということで、はい、急遽カメラマンが話そうかなと思うんですけど、プロゴルファーとして、まあ、いいところ伺ったと思うんですけど、実際にこうやっぱ大変な部分っていうのがなかなかこう映像からは伝わってきづらいなと僕たち思ってて、まあ、そういうあたり聞けたらなというふうに思ってるんですけど、どうですか？やっぱ一番は金銭面ね。あ、こう福岡とか、はいはい、九州で試合が全くないんですよね。あ、プロ宣言をしちゃうと余計試合がもうゼロ、ほぼゼロって感じなんで、はい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 、試合に出るためにやっぱ関東とか関西とかに行かないといけなくなってしまうんですけど、やっぱそういうのでその移動代、その飛行機とかフェリーとかもかかりますし、はいはいはい、とか あとはホテルの宿泊代とか、こう試合に出るにあたって、はいはい、なんか1回の試合行くだけすごいやっぱりこう経費がかかるので、試合経費を積みたいんだけど、そういうこととお金がないとなかなか試合に出たくても出れないっていうのは結構ありますかね。はいはい、その辺が一番厳しいところかなと思います。稼げばいい話ですけど。いや、プロの苦労、画面で見えないから、そういうところを皆さんでサポートしていただきたい。その別に、なんだろう、スポンサーの契約が全てではないと思う。いろんなサポートの形があると思うので、ぜひご協力できるところはお願いしたいと思います。そこを僕たちで ね紹介して、はい、できたらと思ってます。はい、セカンド195ヤードで5番ウッドで。5番ウッド、はい、はい、おお、いった、降りました、ナイスショー。おお、すごい。ワンウッドは飛距離的にはどのくらい？ワンウッドは185から190ぐらい。190ぐらい、はい、結構ウッドだからグリーン転がっちゃうので、ちょっと短めのクラブで。あ、なるほど、なるほど。はい、ユミカちゃん、さあセカンドショットどうでしょうか？175ヤード、ちょっと大きいかなっていう感じですね。5番アイアンで打とうと思います。はい、入ったかもしれない。しくじりです。しくじり先生が出ました。
相方乗ってるからですよね。キミカちゃんがプロの大変な、はい、ことという、はい、まあ、お話がありましたけど、はい、なにちゃんはどうですか。3ヶ月ぐらい、年明けてから転校。転校、はい。でも本格的には今月の明後日から。明後日から、はい、が一応。明後日かららしい。超レアな映像じゃない。試合がいろいろ始まってくるんで、4月とかもマイナビア4月から、うんうん、2000円とかかかるけど、頑張って稼げるように。いやー強い意志を感じます。確かに、うんうん、楽しみなこともね絶対いっぱいあるから、ね、はい、頑張ってほしい。向こうに友達とかもいるので。あ、確かにね、はい、ジュニアの時からも、ね、そうですね。結構友達はいろんな方面にいる感じですか、はい、そうですね、全国で、まあ、基本はその部活で一緒にしてたメンバーが仲いいんですけど、全国に試合で回って仲良くなったり、はい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 、同級生もいるので、はあはあはい、楽しみです。なるほど。20ヤードぐらいのバンカーです。はい、ちゃんとパーとしていきたいですね。58度で。わお、うまっ。わお、わお、ナイス。うまく出た。そうなんですけど。いやいやいや、めちゃくちゃうまい。バンカーの距離感の内訳って距離感の内訳どうしてるんすか。距離感内訳ってないんで、なんかもう変えたりはしますよ。振り幅とかで変えてるって感じですかね、うん、マスターになるために練習してます。バンカーマスター練習したんだもんね。練習してます。今日がやっぱ砂に入っとかないとすぐ下手になっちゃうんで。あ、なるほど。基本的にバンカーはよく入ってわざと入れてとか練習もしたりします。あ、工夫をしてるんすね。入らないように入らないようにしてる。そうそうそう。逃げて入ってああ2打3打ってなっていく。ちょっとピンが奥、結構残ってます。結構残ってますね。すごい。ラインはどっちのイメージ。スライスラインで。スライスラインで。はい、はい、おお、すごい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 。ナイス。パパパパッと。おお、ナイスパー。ありがとうございます。やったやった。パパッと。はい。クライです。クライ。うん。ナイスパー。ナイスパー。パパナイス。ありがます。しかし、はい、ワイワイはまだしてる。出るかなこれ。痛いね。ロボットがママシビアみたいな。結構ギリギリらしいです。ワイワイ、はい、6番ホールです。パー4の、363ヤードになります。はい、僕たちが今立ってるところはティーグラウンドが違うので前に行きます。じゃあキミカちゃんからティーショットお願いします。しまーす。どんな感じでいきますか。これはですね、ちょっと左の池結構危ないので、もうなんか右のバンカーの方にポーンって行っていこうかなっていう感じです。はい、バンカーは越えると思います。はい、左行った。大丈夫やな。ごめんなさい、大丈夫かな。ナイショー。めっちゃいいとこいいや。完璧だと思う。パーペキです。羨ましい。私も右バンカーからドローで回していきます。はい、します。ナイショー。すごいね。いいな、ドロー。なんか精密機械な感じ。次の質問に行きます、はい、どういうプロになっていきたいか、どういうプロになっていきたい、将来こういう姿になりたいとかあったら教えてほしい。どうやろう、私から言う。あ、言っていいよ。言っていいよ。私は上田桃子プロに憧れてて。おー、なるほど。今日は、そうですね、今日は上田桃子プロで長年活躍できるプロゴルファーになりたいと思ってます。
よくしてもらってて、はいはい、それで、はい、ずっと憧れて、これはちょっとももこさんに YouTube デビューしましたってこれはぜひ言っていただいて、どうしたりするの、なんか合宿見に行かせてもらったりとか、教えてもらったりとか、すげえ、その教えてもらったことの中ですごい心に残ってることとか何かありますか？何事にも一生懸命取り組むようにとか言われて、練習量とかも結構高校時代とかめちゃくちゃしてたって聞いたから、はい、真似して怖そうだけどどう？いや、違ったりそうなんよ、イメージあるよね、なんかちょっと恐れ多いみたいな話すのもみたいな感じだけど、めちゃくちゃ優しいこともなく、はい、じゃあある意味師匠そうですね、もう目標って感じは、はい、さあどうでしょう、距離が106ヤードでフィッシングで打ちます、はい、ナイスオン、ナイスオン、素晴らしい、チャンス来ました、チャンス来た、はい、82ヤード、58度でちょっとで多分ちょうどいい距離かなと思います、おい、ナイスオン、今のはベタッとつけてこれしたかった、いやまだ分かりません、はい、まだ分かんないです、はい、さっきみかちゃんはどうですか、そうですね、なんか私なんて言うんだろう、ちっちゃい時からあんまりこうなんか野望みたいなのがないような、こうなんかこう楽しく頑張って、こうそれでこうお仕事とかできたらいいやみたいな、まあそこはダメだってよく怒られたりするんですけど、私はなんか自分のゴルフでこう活躍したりとかでお金とか稼げるようになったら、なんか誰かのために何かしてあげることとか結構好きなんで、寄付したりとか、まあ家族を旅行に連れてってあげたりとか、そういうのをしたいなと思って頑張ってるって感じですかね。目標はなんか自分は何か欲しいとかも特にないんで、なんか誰かのために何かしてあげれたら自分の力でそういうのができたらいいかなと思って頑張ってます。企画を通じてね、応援できる九州から全国へ僕たちも飛べるようにやっぱこうスモール九州されどビッグ九州から全国に排出したいね。じゃあキミカちゃん、ワイワイチャンス、ワイワイチャンス、はい、ナイスパー、ナイスパー、お姉ちゃんのバイバイチャンスです、はい、来い、うわー、惜しい、うわー、惜しい、ナイスパー、決めたかった。リプレイはどうぞ。弱い。ああ。何やっと。来い。あい。残念でした。もうサイレントぐらい言ってたね今。ちょっと今手震えつ、おおって手震えてたかもしれないカメラ。二人とも惜しかった。2回震えましたここちょっとカメラも震えてるかもしれない来た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 っつっていやまだ見れるチャンスいっぱいあるんで、はいはい、期待しましょう、はいはい、まあ、プロの、まあ、どうなっていきたいかっていうところからですね、やっぱプロとはいえスピードトレーニング振ってるよねこういうところの彼女、私好きです。ああ、テレ
するときめっちゃ面白くて伝わってるだろう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、せーの、よろしくお願いします。バイバイ。